続いての方よろしくお願いいたします。串渕真理さんです。東京二十二区を予定しております。それではどうぞ。皆さんこんにちは。串渕真理と申します。令和新選組で東京二十二区より公認予定候補として。 活動することになりましたどうぞよろしくお願い申し上げます私は元衆議院議員として3年3ヶ月民主党政権時代に永田町で活動させていただきましたそしてその前は大学の研究員を経て一番活動の原点でありますのは NGO ピースボートで17年間世界80カ国を巡りながら国際交流、人道支援環境保護こうしたことに携わりながらいわゆるソーシャルツーリズムを事業化していくこのことに従事してまいりましたその中で一番当時感じたことはですねちょうど20代30代でありましたけれどもグローバル社会の中であまりに広がる貧富の格差を目の当たりにしたこと その中で日本では当時年間3万人もの方々が自殺をするという状況でありましたが私が国際支援をしているその現場では1日たった2ドル,で2ドル以下で,です、ね、生活をするその人たちが世界にもものすごい数広がっているという実態でありました。こここののののの日本現現状状とと世界の現状これににはつなながががるる問題があるんじゃいいかそのことに気づいたのが まず日本でで政治を志したきっかけです本来、経済社会は人間の暮らしのためにある、そして市場というのは、その想像力を育むためにあるんじゃないか、人間性を回復して、環境が調和し、いかに生存を守るのかということこそが大事なのではないかと、政治の世界に飛び込みました。 GDP をしようとするような古い固定概念に固定するのではなくて、どのように人間が,自然で人間がですね健康で豊かに生きていけるのか、そういった主張こそ大事なのではないか、永田町にそういった指標をもとにした政治を作りたいというのが、志してきた政治です。ともに生きる日本をというふうに掲げて、挑戦をしてまいりました。 衆議院時代にさまざまな活動をしてまいりましたけれどもしかし正直申し上げて、えー、そのような志で入った長門町というのは別の論理で動くそして古い慣習がはびこる残念ながら苦しい世界でした、えー、当時、えー、政権与党でありましたけれども、まあ、分裂するというような状況の中で、えー、本気度そして熱意 このような国民に真剣に向き合うと言った気持ちが残念ながら感じられなかったそして私も弱かったと思いますそういった現状苦しい苦悩の日々をどうしたら日本の変革につなげていけるのかということに答えてくれたのが参議院選での山本太郎代表の行動であったと私は思いますたった一人の国会議員が本気を出せば そしてあれだけの熱意を見せれば国民は温かい話しを向けてそして一緒についてくるそのことを明かしてくれたのがあの参議院選だったと思います、えー、障害を持つ人たち彼女たち彼たちがマイノリティとされ一番遠いところに永田町から遠づけられていたしかしその方たちをマイノリティとしてではなくて高齢化社会のマジョリティのフ,ライフロントランナーだというふうに位置づけて 戦いを始めたそのことに私は大変心を打たれたんですこの本気度と熱意こういった気持ちを持った方たちともう一度同じ仲間として一度政治を志した者として挑戦をするその決意を固めました政策的には私は衆議院時代地球温暖化対策基本法案このことに力を尽くして気候問題そして再生可能エネルギー支援 再生可能エネルギー促進法、いわゆる固定価格買取制度、フィット法と言いますけれども、この法律を最前線で制定することに尽力をいたしました。今国会でちょうどこの見直しが行われようとしておりますけれども、果たしてじゃあ日本は、この当時、もう8年前になりますけれども、この法律通り再生可能エネルギーがどこまで世界と同じぐらいに広がったのか、そして遅れてやしないか。 あるいは別の既存の電力が優先されてはいないか私は気候変動そして気候危機から暮らしを守るということを掲げて次の戦いに挑みたいと思っています CO2 ゼロこれが私の独自の政策ですそして令和新選組の政策である消費税ゼロ教育費ゼロと合わせて3つのゼロ政策をこれを掲げて戦う覚悟です CO2 削減そして自然エネルギーを中心とした持続可能な日本を作るために新たなステージで頑張ってまいりたいと思っておりますどうぞよろしくお願い申し上げますありがとうございました串渕真理さん東京二十二区を予定しております